どうも、りょうなです。どうも、りょうなです。どうも、りょうなです。です。まこです。まあ、20代突入 しましてですね。いや、だいぶ前。というわけで、まあ、20代に入った我々は、もう高校の頃みたいに、もうバクバク食って、まあ、筋肉つけるみたいな、そういう時代じゃないんですよ。まあまあ。カロリーというものを気にしながら生活しないといけないんじゃないかと。なるほど。確かに。エネルギー。というわけで、まあ、今回やりたい企画はですね。はい。はい、よっよっよっちょっと窃盗語つけなかったので思いっきりというわけで今回やりたい企画ははい、よっ第1回第1回はちょっと使いたくないもんね。というわけで、はい、今回やりたい企画は、はい、数字を当てろ第1回カロリーオークションの大食いちょっと待って、第1回結局頼ってるやん、第1回どうしても言いたくなったどうしても今からこの数ある、コンビニ商品のカロリーを当てていただきます。オークション形式で、まあ、例えばこれが100キロとか200キロとかね、そういう風にして、まあ、オークションで、まあ、カロリーを言っていただくんですけれども、はい、で、まあ、最終的に、まあ、一番高かった人が成立ということになるじゃないですか。オークション、オークションみたいな、落札みたいな、そう、落札みたいな、はいはいはい、でその答えたカロリーが、本当のこのね、正解のカロリーのプラマイ 5% になっていればこの食品を食べなくて良い。で、一番チキった人、言ったカロリーが低かった人は食べないといけない。逆に、そのプラマイ 5% から外れていたら食べないといけません。はい、なるほど、はい、なるほどっていう、まあ、大食いな感じです。回答権は3回までです。正解した人は次のオークションには参加しなくても大丈夫です。誰かが死んでいくまでやります。あー、なるほど。はい、というわけでやっていきましょう。メイケットバスボーイズ、はい。というわけで、出題していただきましょう。はい。まあ、さっきプラマイ 5% って言ったんですけども、正解の何プラマイ何パーと、最低何キロカロリー以上増やしてくださいっていうのは、もうその都度キムさんから言ってもらうという。それじゃあキムさん。はい。お願いします。はい、お願いします。はい、まず、最初の商品。はい。だしの旨味牛丼。なるほど。王道です。はい。こちらの商品、正解幅はプラマイ 5% となっております。はい。はい。なるほど。はい、もし1000やったら950から1050ってことか。はい、なるほど。最低上げ幅なんですけれども、はい、50キロカロリーで。なるほど、ね、おお、結構まあ多いですね、なかなかに。整理を開始します。スタート。100キロカロリー、100キロカロリー、100キロ出ましたよ、100キロ。はい、お、300、300出ました、300。おはい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 、850、あ、850出たよ、850キロカロリー、850出たよ。あいつ物事の言葉に全然分かってないやつあるから。ちなみに僕は今最下位ですもんね。今最下位なんで、電源もし当てたら僕がそうです、今組まないといけない。まあ、電源がホーバーやったら電源が食うと。どういう、どういう賭けだお前。だってでも俺、あの巡礼歌歌った時に35キロカロリー出したことあるよ。俺あれだけで2、30回歌えるから。あれだけで2、30回歌えるから。文系みたいな考え方してる。整理終了。くそ。こちらの商品は電眼さんに施術されました。まあここからですけどね。まあね、それでは正解を発表します。こちらの商品はチン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 カコーン、576キロカロリーでございます。お前が太る理由が分かった、マジで。ということで、一品目いただきます。お願いします。続いての商品、こちらギュッとミートミートミートでございます。ギュッとミートミートミートっていうのがもうもはやみたいなとこあるもんな。なんかジャニーズの曲みたいな、ギュッとミートミートミート、ギュッとギュッとミートミートミート。正解幅は 5% となっております。最低値上げ幅、はい、30キロカロリーでございます。よーい、うわー、
はい、はい、475キロカロリー。うわー、475出ました、はい、どうですか他の方。勝負出てます。おお、505です。おお、505出ました。どうですか他の方。これ536ぐらいじゃないですかね。もうしゃあない、言ったろ。お、これ答えを言ってあげよう。はいはいはい、605です。ほんまに言ってるの。お前605出ました。お前マジで企画潰ししんどいな。605です。605出ました。多分これよりは上ない俺の予想で。プラマイ 5% あるから20ぐらいはオーバーしてもいい。そうですね、2、30ぐらいオーバーしてもいいから。仮にこいつが605だとしても635って言ったら正解してますからね。どうですか。なるほどね。いいですか、今のまま正解すると600だったらプラマイ 5% でも630までか。そうなんです。仮に605が正解だとしても635は言っても大丈夫なんですよ。どうですか。いいですか、デンガーさんがもしこれ正解したら、あら食べるんですよ。で、僕の言ってること、僕の言ってること聞いてます。605が正解だとしても、あら635。いやでも、このままいったらどの道食うことになるなっていう風な可能性が高いなと思ってます。はいはい、では正解を発表します、はい、こちらの商品はピッ643キロ。ピタリショー。まあ、早速弱いよ。ごめんごめん、これでかい。いや、よう当てたら。もうエビと野菜の焼きビーフンでございます。272キロカロリー。お、310。あ、ほや。お、285キロカロリーでございます。ブラックコーヒーでございます。まあ、好きじゃない。0キロカロリーでございます。こちらでーす。あー、来た。絶対負けられへんねんな、俺マジで。違う意味で147キロカロリー。やーやーし、マジで。はい、久しぶりに見る酒を飲んで、お前結構首もいけたな。こちらでもいらんねん、マジで。もうあ、シュークリーム361g。では続いて、まあ、皆さんね、まあ、一息ついたところでそろそろお腹も減ってきたかなと思いますので、はい、続いての商品こちらです。いやきつ、でかっ、でかっ、マジで言ってるわ、マジで。何それ。大盛りご飯唐揚げ弁当レモンポン酢。いや、せめてそこで大盛りご飯カレーはどうしたでも、多いってことはプラマイ 5% の幅がね、また結構正解幅はプラマイ 5% でございます。はい、最低値上げ幅25キロカロリー。なるほど、25キロカロリーでございます。25キロ、まあまあ、それでは整理スタート。めっちゃビールだけする。715。おお、715出ました。740か。次これ大盛りですかね。大盛りご飯から揚げ弁当ですかね、これ。ちなみに、スパゲッティ的なものが入っております。はいはい、740出ました。お、765出ました。どうでしょう。またいけるんじゃないですか。またいけるんじゃないですか。790でしょ、次。どうですか。朝日化成。まだいけるんじゃないですか。まだ上がるんじゃないですか。プラ200ぐらい。あれ、でも、来た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 。あのビールで頭おかしくなったとこ。おー、819。一気に来たー。800人だー。いや、結構いいとこついてて、微妙だよ。次ぐらいが絶対殺す、絶対殺す。まだ行きますよ、まだ行きます、まだまだ行きますよ、皆さん。844行きます。お、844行きました。844行きます。いや、900の大台乗ってる可能性までかな。まである。まで考えてるから。やべ、あの、おわ、来たー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 来た
870きました。どうだこれは。おっと、これが正解していたら、900正解していたら、花尾さんは食べなくてはいけない。どうだ花尾さん。900いけるか。40ぐらいって思ってる。870ってだってあれやな。やばい、だってもう次行ったらだってもう825とかある。830ぐらいから900ぐらいまでカバーしてるから、結構もう花尾は結構な正解に近いと思うねん。いや45ぐらい上げても全然まないです。絶妙やこれ、絶妙やこれ。こいつ絶妙なとこ行ってきた。もう無理や、これ以上上げられない。夢の大台900どうすか花尾さん。夢の大台900、いや905、いや910どうすか。めちゃめちゃ大台乗ってんで、ね、これだけみたいな。おまだいきます、まだいきます。余裕が回ってきた。おおおっと825キロカロリー。俺が895キロカロリーだ。俺が895キロカロリーだ。帰りだ。俺が先に言った。いやでも今のは電源さんの方が先に落ちたんで。はい、残念でした。残念でした。800キロです今のは。行くんですか朝。どうすか。なんかちゃんと縮みすぎてる。920。今のインターセプトひどすぎ。原さん、50上げさせてますもん。こちらの商品は来い、ピッ960キロカロリー。ありがとうございます。結構長かった。960、 OK、 すごい、よっしゃー。これスーパーアシストしたいです。お前また食べられへんわ。かわいそう。お前また食べられへん。死ぬ。いや、これマジで深いな、このゲーム。そう、このゲーム深い。このゲーム考案したやつ天才説だ。続いての商品、7品目のおでん。あー、でもおでん意外とちゃう。190キロカロリー。222。253キロカロリー。29%。こちらの商品は149キロカロリー。うわー少な、マジ。いや、そうやと思ったな。そんな気もした。じゃあ俺が最初に言って。無理やってー。無理やってー。マコ君ちょっとこれでもね、喋ないと次の試合いけないし。そうね。あ、でもなんか僕最近、本当にフードファイターなのかもしれない。なんかいける気してきた。早して。冷静にやらない。その前まだ唐揚げ弁当。ギュッとギュッとミートミートミートとか言うの。あれ何？あれどこ行った？しかもビーフが食い。うわ。完食。すげえ。すげえ。怖い。こちらチョコレートなんですけども、はい、砂糖ゼロ、糖類ゼロです。193キロカロリー。うえマジで。あ、でも脂質というものが入ってるな、これ。いっぱい。あ、植物油。だからあれや、油が入ってるってことや。だからあとバターとか。カットパイナップルでございます。64キロカロリーです。マジか。では、続いての商品、こちらでーす。ミニ鶏そぼろご飯です。すっ。おーい、必勝。333。333出ました。セブンイレさん、ちょっと粋なことしてくれるかなって思ってました。三食ご飯やから、ちょっと開けといたろかみたいな。あー、なるほど。なるほど。珍しくロンリーが。クソロンリーやけど。間違いない。はい。じゃあ、寝て寝て寝て、ちょっと待って。368。400とか出すか。あ、さ、このままだと負けるかもしれませんよ。393以上。でも10%。408キロカロリー。さあ、408キロカロリー出ました。どうだこれは。降りまーす。お、降りました。では、競り終了です。これ当たってる気すんねんな。でも結構いい線いってると思う。これ実践策。こちらの商品は
202キロカロリー。落ちたー。おお、ピタリー。はい、食べろ。マンゴー食べろ。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。無理。コンビニ弁当一緒。おでんどんな感じですか今ちなみに。おでん結構何回かけ。でも正味さ、正味さ、お前トリソボロいける顔してるやん今。正味確かにいける顔。いけそうな顔してるやん。逆に言ってみるって。もうお前のせいで何時間これにして。やばい。よしもう。もう終わりでええやん、もう。すごい入った。おめでとう。